釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。いきなりですね、ちょっと撮影できてなかったんですけども、こんなですね、ちょっとまあ両型のクロダイが釣れました。この辺りでですね、このサイズはいい方になるんじゃないかなと思ってます。水深がですね、本当1メートルぐらいのところを狙ってます。餌はですね、オキアミです。マルキューさんのスーパーハード L サイズを主に使ってるんですけども、まあ、在庫なかった時とかはですね S サイズとか使う時もありますが、まあ主にですね、L サイズの方を使ってます。まあその理由はですね、2号使ってるんですけども、チヌバリ2号使ってるんですけども、そちらをメインにですね、ちょうどいい感じですね。1匹丸々かけるんじゃなくって、頭の部分を取って、お腹の部分と尻尾をですね、丸める感じですね、つけたりします。それですとね、 L サイズがちょうどいいサイズになります。仕掛けはですね、至ってシンプルで、竿がですね、メバル竿を使ってるんですけど、 7.2 メートルですね、高校長を使ってます。で、道糸はナイロンの2号ですね、まあ、主にですね、銀鱗の 2号ですね、東レさんの銀鱗2号、たまにですね、ダイソーさんで売ってる2号の、黄色ですね、黄色のタイプの道糸を使う時もあります。これ 1.5 号で結構大きいのがかかった時に切られちゃったりすることがあるんですよね。ですので、2号を使うようにしてます。超過的にはですね、ほぼ変わりはありませんので。あとですね、サルカンを経由しまして、ハリスを、1.5 号から2号を使ってます。針はですね、オキアミ用にですね、ダブル剣付きですね、シャンクのところにですね、トゲが2本入ってるものですね。オキアミがずれにくいということで、そちらの方を愛用してます。サイズはですね、2号から4号までですね、ほぼ2号か3号を使うようにしてます。今回はですね、2号の針をオンリーで使いました。針と糸と餌の重さだけで釣るようにしてますので、完全な深瀬釣りになります。で、水深は1メートルぐらいのところを狙ってですね、立ち込んでるところは5、60センチなんですけども、5メートルぐらい沖にですね、駆け上がりがありますので、そちらの方と主に狙っていくと、もう数釣りが結構楽しめるような状態です。今回はですね、ウグイもサプライズで釣れました。たまたま群れが来てたんでしょうけど、ウグイもですね、このぐらいの形、20センチぐらいですかね、のウグイも結構釣れたりします。こんな可愛いですね、クロダイ、これキビレですけども、幼魚も釣れたりします。いかがだったでしょうか。今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。